えー、岡田敏夫さんはじめまして、22歳、女です。私は両親が怖いです。ありがたいことに私は両親に恵まれ、一人っ子ということもあったのでしょうが、愛情を一身に受けて育ちました。えー、高校、大学と私立、私立に行かせてもらい、欲しいものは買ってもらえる環境にあります。両親のことは大好きですし、何度も死にたいと自殺を決意した時でも、私が死んだら両親が悲しむからと踏みとどまりました。まあ、そんなこと思うんだ。 けれど私は両親からの無償の愛が怖いです。多くのお金をかけてきた分、私は返さなくてはいけないという思考になってしまいます。ああ女性20代、みのりさん、そう考えるんだ。なるべく稼いで老後は楽をさせてあげないと思います。そのために頑張らないと。 けれど優秀な両親と違い私は失敗ばかりです。そのジレンマからか中学の頃から両親のことを考えると涙が出るようになりました。私は両親に依存しているのだなと思います。幼い頃からすべての決断は両親のためでした。両親のためにすべての決断をしていた。この涙を止めるには私はどうしたらいいのでしょうか。22歳なのに一向に親離れができません。 ほん,ほん、ほん、ほん、まあ、いい子ゆえの悩みなんですけどね。まずですね、両親の愛を一心に受けて、こんなにお金かけて、こんなに手間をかけてもらってるから、私は返さなくちゃいけないという、この、みのりさんの前提が僕は、 間違ってると思うんですか間違ってるとはっきり言えるのは何でかっていうと、まあ、僕自身があの育児経験があるしあの他の親とも保育園の送り迎えっていうのを割とやってたんで他の親とも話してたので一応その,親の側の,あの代表的的ななな意見、絶対的な正解じゃないよ。多分親の意見って何種類もあるだろうけども割とねあるあるパターンの話をすると親孝行ってね もう終わってんん。すよ、みのりさん0歳から3歳までの子供が生き抜いたら0歳から3歳まで生きてくれたらもうそれで親孝行って終わってんのそれぐらい0歳から3歳分の子供って圧倒的に可愛いいので親はその時点で他の人生の経験ではありえないほどいろんなことが経験できるのなのであの0歳から3歳まで生き抜いただけでもう親孝行は全部終了全部終わり で それ以上、もし、あんたには金かけたんだから、手間かけたんだから、あんたは苦労かけたんだから、ちゃんと親孝行してよって、もし親が言い出したら、その親の言うことはもう聞かなくてもいい。親はもうすでに元金は返してもらって、さらに利子を取ろうとしている悪徳氷菓子になってるから、そんな悪徳氷菓子の話は本当に聞かなくても、本当に0歳から3歳までの子供の可愛さは圧倒的で、それと3年間過ごす時間がもらえたという時点で、すべての親が この世界の全ての親は、親孝行はもう支払い済みやから <laughs>、君は気にしなくていいよ。本当にマジでそうだよ。で、だから僕はなんかその、みのりさんだっけ、みのりさんは、その親の恩に答えなければっていうのは考えなくてもいいと思うんだけども、みのりさんのね、この質問ね、すごいね、気になるのは、なんかね、失敗ばかりっていう、良優秀な両親の違い失敗ばかりです、と。 いうのが気になるんですけどね。つまり両親から無償の愛をもらっているそれを返さなければいけないと思うあまりわざと失敗すするるようななチャレンジを無意識に選んでるんでいじゃないですか。多分親からいろんなチャンスもらっていろんなことをやってもいいよというふうに言われてるのでみのりさんは無意識にダメな自分ができなさそうなものを選んで親を失望させて無償の愛を得たものは それに対してさらに甘えを上かぶせして本当に親は許してくれるのかって試したくなるんだよね。まあ人間のそういうふうな部分ばっかり俺が見ちゃうからそういうふうな考えるかわかんないのでですね十二歳のように一向に親離れができませんっていうのはまだ甘える余地があるのか試したくてで、えー、親に負担をかけるような失敗をしてそのことを自分の心の裏側では 気がつまり自分の本心に自分が気がついてるから涙が止まらないっていう液漏れ現象が起こってるわけなんだけどその液漏れ現象を止めるにはえー、っと自分が実は無意識にやっている行動っていうのをちょっと止めることかなつまりできないチャレンジはするな実はやりたくないことはやるな 親がいろいろチャンスを与えてる、与えてくれるからといって、別にそのチャンスに応えてあげること。例えば親が海外留学してみないって言ったら、海外留学してあげることが親孝行じゃないからね。親孝行はもう終わってるから <laughs>。どちらかというと、こっから先は独立して親なんか嫌いになって、親の元から離れていって、親に次のチャンス。 チャンスというか成長を与えること親はね0歳から3歳まで子供が可愛くて子供もかがってそこから先子供を心配することで何だろうな人間力がやや上がるんだけども逆に言えば。 ダメになってんだよ、正直言って。子供に構えすぎて、子供を幸せにしようとする親は、人間としてダメになってると思うんです。俺、あの、ヘライザーさんっていう人の YouTube は結構見てんだけど、ヘライザーさんと多分ね、もし話し合っても絶対意見が合わないな。ヘライザーさん、子供の幸せのことを考えろって言うんだけども、もう僕は絶対、バカやろうと子供の幸せなんか考えなくていいんだ。そんなことを考えるから、この世の中が狂っていくんだ。そうじゃなくて、自分の幸せを考えろって考えろ。 タイプなのね、つまりあの子供っていうのは親に失望してそこから独立することでまた自分が親になる強さを身につけるわけなんだけどさそれなんかそのパターンは子供を幸せにするから生まれてこないんだよね。 なので、みどりさんは、さっさとあの、親に関してはもうちょっと無関心になって、そして冷たいぐらいの対応をして、恩知らずと言われるぐらいになってですね、えー、親から独立して、親を見放してあげると、親はようやっと娘が自分が、から離れていって、そして、じゃあ自分には何が残ったんだろうって、伏線回収が始まって、親の第2弾の成長があるので、まあ俺60、 読んだからはっきり言えるんだけど、たぶん南さんの親なんて、まあ、50代でしょ。50代なんてまだまだ人生やり直してですね、ショックで落ち込んで、絶望に落ちてもう一回立ち上がっていったのができる年だから、あ、それぐらいあの、困らせてあげてください。え、須藤さん、女性30代。2番目の質問ですね。こんにちは。いつも楽しく動画を拝見させていただいております。質問があります。天気の子、エヴァンゲリオン、新劇場版の歯、崖の上のポニョ、 これら3つの作品の主人公は愛する相手、男または女のためならば世界が滅びようがどうなろうが構わない、とにかく自分の愛する人を救いたい、まあるいはただ会いに行きたいと果敢な行動に出ます。これは尊いことではあるし、お話としては悪くないし、素敵だと思います。 ですが私はどうにも共感できなくて正気に戻ってしまいます。正気もそれはこういった作品の世界では読者や観客、視聴者は所詮被害を被る側の人間なのではないだろうかと思い至りました。はい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 。そうですね。天気の子ではその主人公の選択であの、えー、と女の子にもう一回会いたいということで世界が水没するような世界になってしまうんですけども水没の被害者側だと、つまり一般の観客っていうのは ところが、その、それを、なんかこう見せられて、私たちは感動させられてると、まあ、エヴァンゲリオンも同じ、崖の上のポニョも同じですよね。そのヒーローとヒロインの恋愛関係というか、そういう風なものをかけて世界が壊れてしまうわけですね。多分こういった世界では、私は真っ先に死んでいるあっけない存在になります。 岡田さんは、こういったパターンの終盤の展開をどう受け止めどう解釈し何と名付けてますか <laughs> 何と名付けるかといえば、まあ、一般的にはこういうのは世界系って言うんですよねあの。つまり自分個人の問題と世界の大問題がつながってるはずでそして自分個人の問題が世界より優先しているっていうこういうのを世界系って言うんですけども実は僕はこれある程度ですね作り手側がつまりクリエイター側作家側監督側が観客の幼さ 観客がこういう風な話を好むだろうと幼さを見切った上で作ってるマーケティング的な感動じゃないかってちょっと疑ってるんですね。それは今のあの異世界転生のでも主人公がチートな能力って言われる。まあとりあえず何でもできる能力みたいなものを異世界で持ってしまって、でそれでなんかこうどんどん問題解決して感謝されてモテてモテてみたいなのが多いじゃないですか。であれは作り手側のなんだろうな頭が悪いんじゃなくて作り手側が 所詮アニメ見てる人ってこういうのが好きなんでしょっていうような、まあ、悪い方をすればちょっと見下したマーケティング的な作り方をしてるから全部同じような作品になるんですよね。だただだからといってそれはプロデューサー的な視点なんですよ。 でも現場の視点脚本家とか監督になってくるとマーケティング的に主人公をチートにしてでなんか見てるものを喜ばせるだけの作品なんだけどもところが与えられた話数では与えられた脚本というチャンスの中では自分の作家性を出そうと思ってなんかみんなちょっと難しいことをやるからだからあの辺のなんだろうな異世界転生ものって面白いんですよ。面白いのは何でかっていうとそのプロデューサーが考えてるこんなことをすればウケるだろうっていうのと現場にいる人間 のでもこんなことがやりたいっていうのがこう。いい感じで拮抗してるからだと思うんですけども。まあまあまあ今の話に繋がるんですけど、クリエイターってね。基本的に背伸びするんですよ。背伸びして作品を作るんですよね。だから自分にはできないことを主人公にさせるんですけども。ただその？ 今のクリエイターっていうのは設定を極端にしてその中でわがままを通そうという癖があるんですよ。つまり世界の終わりみたいな状況をとにかく作り上げて、その中で主人公つまり主人公に自分を固くして、だから宮崎駿だったらあのー、幼稚園児の恋愛みたいなもののわがままを自分で通そうとするし、エヴァンゲリオンだったら安藤秀明のその個人的な感情っていうのを 破滅的な世界の中で自分の我というの,わがままというのを通そうとすするんですね。正直言うと今のそのクリエーターたちっていうのはかつて1980年代から90年代ぐらいにあった視聴者観客の代表者じゃなくなっちゃったんですよ。もっっとみんんなな貴族様になったんですね。で、貴族様になったから実はその映画やアニメを見てるファンの人のことをもう考えなくなったんです。ギリギリ 1990年代ぐらいまであったファンの人のことを考えて彼らのために作品を作るっていうのは僕がすごい大好きな「猛烈オト帝国」の逆襲だってこの意味で言えばもう見ている観客のことを捨てて自分のやりたいことを監督がやり出した作品でそれは商業作品じゃなくアート作品に近づいて面白くなったんですけどその面白くなったという状況が20年以上続いた。 結果一般人を使い捨てにするような描写ですか観客たち見てくれてる人たちが全て無意味な大衆大衆というのかなバックグラウンドになってそれらが死に絶えて主人公たちつまり作者の願望を投影したキャラクターたちが結ばれてそれでよし。 で、えー、お前ら一般大使はそれの被害の中でも強く生きてけんみたいな、そんな話にこう、なりがちになってしまったんですね。だから、この3作品をまとめて、あの、ちょっと変だなと思った。 須藤さんはです、ちょっと僕はドキッとしましたね。あ,あよく見抜いたなというふうに思いました。この僕は昔からこういうのをクリエイター至上主義の弊害って呼んでるんですけどね。昔はプロデューサーが企画してアニメを作らせていたのが、今はいいアニメを作るためにはクリエイターをできるだけ優遇してクリエイター様の作りたいようなアニメを作るのがいい作品だっていう宗教にみんな入っちゃって。 ので、で徐徐々に徐々にに作品がそちら側へ寄ってきたんですね。だから、どっちが正しいかも分かません僕は本当にあのさっき話したようにそういうのが拮抗してる状態が一番いいと思うんですけどもです、ね、時代はそのプロデューサー至上主義のマーケティング的なアニメから大きく触れてクリエーター至上主義に触れきってるような状況なのでこういう作品が生まれてくるんだと思います。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。